はいどうも、田原総一郎さんがね、また暴言を吐いて、その後謝罪をしたということになったみたいですね。まあ、田原総一郎さんといえばまあ、お年もお年なんで、もうあんまりね、言論空間とか、実務の場に出て欲しくないなーっていうのが私の意見なんですけども、どうでしょうかね。えー、やっぱりね、 朝まで生テレビみたいな、今でいうインターネットの SNS みたいな討論番組を作った功績は大きいと思いますけども、でもレールに乗せたところまでが田原総一郎さんの仕事であってね、その後の議論はもうね、あの、次の世代に任せた方がいいと思うんですよ。やっぱ田原総一郎さんみたいな頭の古い方が未だに現場にいることによって、 変化のししない、た日本がが引き継がれるんですよね。まあ、その中で、田原総理長さん何を言ったかというとね、まあいろんな討論番組がこの中ではあるんですけども、例えばこんな言葉ですよ。あんた何も見てないよ。むちゃくちゃ言うな。彼らって若いじゃないか。つまりね、指さしてね、まだね、人にケチをつけて個人攻撃をする姿は <laughs>、まあいつもと変わらないなと、田原総理長さん、そういう意味では若いですねってことですよね。で、あるところで出演者の方がね、 日本はこのままじゃ良くならないっていうふうな問題提起をしたら、田原総一郎さんはね、あなた本心で日本はだめだと思ってるの、良くなれると思ってないのと、だったら出て行けよと、この国に絶望的だったら出て行けじゃないかというふうに言うわけですよ、これもまさに暴論で、排他的な理論のね、権下ですよね。 この国はこのままだったらよくならないっていうのは要するに討論番組ね20年間以上同じメンバーで出ていてあれこれ話し合った結果何も変わってないっていうところを切っても明らかなんですよまあその最いてるもんが田原総一郎さんが言論空間にね一人で居座ってるかゆえにどん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 鬱屈してどんどん貧しい日本になっていったっていうのは田原総一郎さんの言論の責任でもあるわけですよね だからこの人がちょっと待ってって声を遮ってばかりじゃなくって別の方の意見を聞くってことをもっともっとしていったりとかね自分とは違った決定に従ってみるってことをすればいいのにこの人がいつまでたっても邪魔してるんですよねそれこそ昭和の古い価値観をまたね新しい時代にも押し付けて時代錯誤時代遅れをまだまだ続けようとしてるのがそのまあ根本なんじゃないですか だから田原宗一さんに比べたらもうお亡くなりになりましたけども石原慎太郎さんのほうがまだね10年20年進んでると私は思いますけどもねまあいろんな捉え方あると思いますけどもどちらにしても田原宗一さんの出る場はもうなくなったと思うんですけども皆さんどのようにお感じでしょうかまああとはねあのその後で仲直りしたらしいんですけどももうちょっとね仲直りする時の気持ちを言論してる瞬間に、えー、呼び起こすことができれば出ていけなんてことにならないと思うんですよ もうそもそも自分と意見が違う人をいちいちね指摘してお前が間違ってる出ていけあのなっていうふうに頭ごなしにする姿勢っていうのはずっと変わってなくって、まあ、ものすごく不快なところですよね結局こういう人が幅を利かせるってことはあ言いまかしたもんが勝ちだっていうふうになっちゃったりとかあの理屈で叶わなかったら大声出して人の言葉を遮ったら勝ちだになっちゃうわけなんですよねただソル総理さんには大いに反省してこれを機会に引退していただきたいと思うんですけどもいかがでしょうか